こんにちは、速稼塾の久保です。アグネスさんね、民主の女神と呼ばれる民主活動家周庭氏ですかね、保釈されたみたいです。昨日の朝逮捕されたというふうに私も聞きまして、で、まあ、夜にはね保釈されたということだったんで、いや非常に短い拘束期間だったと思いますけども、でもね怖いですね。こういうふうに自由と民主化を、表現しただけで逮捕されてね、終身刑のその恐れもあるっていう、どんな国やと思いますよね。やっぱりね、私こんな国がねやっぱあってはいけないと思いますし、で今回ね周庭さん保釈されましたけども、本当の戦いはこっからなんじゃないかなと。やっぱ今回のことに対して世界が動いたわけですから、世界中が動いて対中国路線ね、私は新 ABCD 網っていう風に、かつて日本がね、ABCD 網にさらされましたけども、それを現代に置き換えた、中国版、対中国版の新 ABCD 包囲網なのかなと思うんですけども、あまりにも無法やっていたりとかね、あまりにも自国ファースト、自国ファーストってところじゃないですね。これ中国ってのは、自らの国民すらも搾取っていうかね、対暴力の対象にしてますからね。でやっぱ中国って14億人のマーケットがいるって言われてますけども、消費力はほとんどない方が失礼ながら多いんじゃないかなと思うんですよ。だから内需が全然当てにならないと。もう本当にね、国民を奴隷のように使ってるところもあると聞きますし、怖いなというふうに思うわけですよ。まあ、何にしても正確な情報があんまり伝わってこないんで、なんかこう、まあよくわかんないですけどね。ただやっぱりこう、日本にも親中派と言われるね、中国の一帯一路構想とか共産党にものすごく媚びを売る人がいて、それがねやっぱこう同盟国アメリカからもよく思われてないところもあってね、なんかその日本は二重スパイなんじゃないかなっていうふうな嫌疑をかけられなくもない、すごく危ない立場にいますんで、もしね私たちはこういうふうな国際社会の日本の立ち位置を失った時っていうのは、簡単に弱小国家となってですね、もしかしたら侵略の対象になってしまうかもしれません。もう一発ですね、そうなるとね、怖いなと思いながらの今日の放送でした。まあ何にしてもね、保釈、一旦保釈されたのはすごく良かったと思いますし、再逮捕ってことにならなければいいなと思います。それからもう自由なことをね、自由に言えるような世の中、言うぐらいね、いいじゃないですかと思うんですけどもね。はい、では以上です。